総員副将、苦しい峠の向こうには楽な下りが待っている。何のための軍隊だ。国を守るためじゃ。国を守るためにわしは死なせんか。そんな戦争意味あるか。死んだらダメだ。ガルビー、あなたはいつも見てるだけなのね。どうも。朝鮮人が片っ端から井戸に毒を放り込んだって話も。朝鮮人が火付けしたそうだ。朝鮮人は見た。内務省から通達があった。村を守るべし。すぐに竹を切り出せ。権力の言うことは全て正しいのですか。私たち新聞は何のために存在してるんですか。ちょっと待て。15円50銭って言ってみろ。何から来た強証人で、この人なんて日本人か朝鮮人か分かる。あなたまた何もしないつもり。落ち着いてください。この人たちは日本人だよ。俺は何のために生まれてきた。どうかしてっと。日本人殺すことになんだぞ。朝鮮人なら殺してもええか。